言いたくて来たんじゃないですか。ちょっと何をおっしゃってるんですか、冠城さん。思ったこと言ってるだけです。すいません。いや、この人の言った通りなんだ。今日は伝えに来た。会えないかな、これからも。全然無視。お待たせしました。いや。